キャベツの外側の硬い葉っぱ、捨てるのもったいない、なくない。というわけで、裏松クッキングのお時間です。材料はキャベツの葉、玉ねぎ、小麦粉、片栗粉、塩、粉類を溶きます。キャベツと玉ねぎをとにかく細かく切ります。粉類にぶっこみます。揚げます。特に話す内容はないです。食べます。いただきます。パク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 。まあまあです。ごちそうさまでした。以上、裏松クッキングでした。